ましょう。ありがとうございます。トロピオスカです。ハルビアメディアの一徹です。ラスクボン戦慄の館新カードプレビュー動画となっております。いつもありがとうございます。ありがとうございます。世界初公開のカード見れちゃうよ。今回もすごいカードを、いや来てますね。はい、でめちゃめちゃワクワクをしていますが、一つ言いたいことがあります。世界観ブルーバローから可愛すぎ。いやあんなさ、うさぎさん可愛いね。あー、うさぎさん人参のケーキ食べてる。悪魔が呪いの館を広げて人間を拷問にかけてます。マジそっからは恐怖のバーホラーっていう。幅が広いっていうのはいいことです。でも落差がすごいよ。そう、落差はすごい。いやーてかね、戦慄の館って副題もついている、今回ダスクモードなんですけど、そんな副題にふさわしいカードをいただいております。今回は一徹さんと僕で、その新カードテーマとして、どちらがよりワクワクする使い方を紹介できるかプレゼンバトルをしたいと思ってます。構築フォーマットから統率者まで、このカードめちゃくちゃすごいぞっていうね、僕らが紹介していきますんで、どっちがワクワクする紹介ができていたかっていうので、よかったら皆さんもコメントをよろしくお願いいたします。というわけで早速紹介していきましょう。まずは僕らがいただいたカードを紹介したいと思います、はい、それがこちらです。不浄な別室、猜疑室。いやすごくない？え、横向きのカードだ。見たことない書かれ方してるよ。だからさ、分割カードはまあわかるじゃん。はいはいはい。1枚の中に2つのカードの効果があるっていう。火と氷。そう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 。そうなるけど、真ん中で区切られてて、すごい。エンチャント部屋。うん。ね、今回のさ、ダスクモーンが次元全体が館の中みたいな雰囲気があって、それをね、表している部屋っていうエンチャントのタイプ。これはすごいワクワクするなと思って。すごいですね、これ。部屋なんですけど、どういう効果を持ってるかっていうと、2つ部屋があって、どちらの半分でも備えることができると。で、そのドアは戦場で解放される。閉鎖されているドアの眼を洗って、それを解放してもいい。これはソーサリーとして行うって書いてあるんですけど、まずどっちかのモードを唱えられます。はい。不浄な別室か、猜疑室か、どっちかに唱えられます。例えば、不浄な別室で唱えたら、下のテキストの効果。あなたの終了ステップの開始時にカードを1枚引く。あなたがデーモンをコントロールしているなら、各対戦相手はそれぞれ2点のライフを失い。あなたは2点のライフを得る。はい。そうでないなら、あなたは2点のライフを失う。という効果があります。うん。で、これが場に出た後に、不浄な別室か今、解放された状態。はい。っていうことだね。で、その後に、使われてないもう一本の部屋、猜疑室。の5マナのマナコストを払うと、あなたがこのドアを開放した時、飛行を持つ黒の66デーモンクリーチャートークンを1体生成するっていう効果が発揮される、はい、ね、2つの効果をどっちかを先払いして、でもう一つ後払いできる、はい、みたいな感じの、そうですね、効果になってます、ね、このメカニズムはすでに公式が説明をされてるかなとは思うんですけども、この不浄な別室、猜疑室ってカードは今回が初お披露目になります、いやかなりワクワクする、いやそうですよ、カードだね、うん、ということでこのカードについて僕らにちょっとプレゼンをしていきたいと思うんですけど、はい、じゃあ今回は一徹さんが先手ということで、はい、先手で、はい、じゃあお願いします、はい、まずはテキストを見ていきましょう、うん、不浄な別室の方は3マナで、自分の終了ステップ開始時にカードを1枚引きます、で自分がデーモンをコントロールしていたら各対戦相手から2点吸い取って、してなかったら自分が2点失うということで、ファイレクシャーの闘技場みたいな、ライフが減っちゃうんだけどドローできる、でもデーモンがいれば逆に自分がライフを得ることができるっていう、で今すでにスタンダードにファイレクシャーの闘技場があって、あれはスタンダードではあんまり使われてないですけど、これシングルシンボルだし、はいはい、何よりも置いたそのターン中に引けるじゃないですか、結構今ロランみたいな、出た時に置物壊すとか、今環境的にも強いエンチャントカードがいっぱいあるから、エンチャントに触れる除去を入れてる時いっぱいあると思うんですよ、でもこれだったら出して即除去とかじゃない限りはとりあえず1枚引けるから損してない。いやーこれね、言おうと思ってたんだ。絶対言われると思ったから。先言われちゃった。絶対言われると思ったから。いやめちゃくちゃいいよねそれはね。そう、これすごくいいですよね。ファイレクシャーの時じゃやっぱり3マナ払っといてソーサリー除去でも単純に損しちゃうっていうのがすごくもったいないじゃないですか、その点すごくいいなと思ってて、でもう一個の部屋猜疑室は5マナで66の飛行のデーモンクリーチャーを出すっていうんで、序盤不浄な別室として出しておいて、2ターンはライフが減っちゃうんだけど、その次のターンからは66のデーモンが出てきて、ここまで払ってきた分のライフを相手から奪っていく、しかもドローもしていく、これなかなかいいな。いやそうだよね、実際2点ライフを失うっていうのは結構痛いんだけど、デーモンいたら逆に奪い返すってデザインが俺めちゃくちゃいいなって。そう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 、僕は統率者戦がね主なフォーマットなんで、いけそうな統率者をね探してきました。統率者戦でそもそもファイレクシャーの闘技場使われてるのかっていうと、結構カジュアルなテーブルの黒とか黒赤のデッキとかだと、結構あれを序盤に設置するだけでもうガバガバ引いていって、逃走した線ライフ40点ある、毎ターン1点のライフルースも全然気にならなくって、なんやかんやそれだけで勝っちゃうみたいなゲーム、まあ全然あるんです。すごいありがたいカードだよね。って中で今回はシングルシンボルだし、でさっきのねロランも逃走した線よく見かけるカードなんで、結構ね、ファイレクシャーの闘技場ポンと置いたら向こうも3マナ出てるタイミングなんで、ローランポンと置かれて、全然やすいたぜっつってね、あー全然あるん
で、でそういう意味ではこれすごくいい。でとはいえですよ、統率者戦よくライフ40点あるからイニシエの分母から食らう2点平気ですとかって言うじゃないですか、はいはい、でも人からもらう2点はしんどいっていうのがあって分かるよそれは。これ自分で織り込み済みのダメージとして2点をすでに勘定してるから、うん、それに加えてさらに2点とか毎ターン食らい続けると、あ、全然ライフ20で2点食らってるのと一緒だなみたいな、うん、全然きついなみたいなことがあるんですよね、うん、ってことはこの2点自分がライフ失うのも結構きついんですけど、逆にデーモン出せれば相手にこの2点押し付けられるから超有利になってくる、うん、でもデーモン出すの5マナかかるじゃないですか、さすがに遅すぎる。まあそうだね、3マナ払って5マナ払ってっていうね、うん、でもこのデーモン、こっから出てくるデーモンじゃなくてもオッケー、確かに何でもいい、デーモンなら何でもいい、うん、というわけでデーモンの統率者をね連れてきました。いやめちゃくちゃ重いやつらしかいないんじゃない、パッと思いつくからそんな感じなんだけど、まずはダビーンが、あ、スイックスデーモン、スイックスデーモン入る確かにそうだわ。3色のデッキなんでマナベースきついんですけど、うん、そうなるとやっぱり今回のカードのシングルシンボルっていうのが嬉しいんですよね。いいねいいねいいね、うん、でラフィーン自体は手札をガンガン入れ替えていけるいいカードなんですけど、手札増えはしないんで、うんうん、手札が増えていくカードは嬉しいし、デーモン、うんうん、ぴったり。他にもオブニクシリーズ、はいはいはい、これも赤黒で衝動ドローをしていけるデッキではあるんですけど、うん、その衝動ドローが噛み合わないとやっぱり細くなっていっちゃいますし、結構赤とか黒刹那的なカード、一瞬一瞬マナがいっぱい出るけどカード1枚失っちゃうみたいなカードをいっぱい使いたい色だからこそ1枚のドローすごく嬉しいし、うんうん、まあ、他にもタボラックスとかベラゴスとか、はいはいはい、結構3マナのデーモンいるんですよね。いいね、伝説のデーモン、うんうんうん、こういうデッキをやっぱ使いたくなるなみたいな。確かに確かに、うん、無常の別室再現室とうまく使える統率者がいるっていうことで、そうなんですよ。で、まあ、他にも軽いデーモンとか見るとスカイクレイブの災いマとか2マナのデーモンとかアクロゾスの放血者、うん、こいつデーモンなんでそうしかも自分のターン中に相手がライフした時は倍になるじゃないですか、うん、このエンチャントで相手がライフした時これも倍なんで4点統率者戦4点バカにできないですか。まあ痛いね、全然きついんでこれやりたい。3ターン目にこれ出して次のターン放血者出して、おい4点くらい。これもしかして各対戦相手別室って、各対戦相手です。すごいよ、ちゃんと考えられてる、すごい、やりてえいいね、いいね、ドローしてお前4点やりたいね、やりたいね、うん、で、ここまで考えて、うん、いや、よく考えたらタボラックスも放血者も、うん、全然パイオニア範囲だから、うん、パイオニアで黒タンデーモン、おー、熱い熱い、デッキリストも組んできたね。もうデーモン、スカイクレームの災い魔とアクロゾスの放血者のみ8枚8枚大丈夫、生き残れるこいつら、頑張ろうちょっと待って幸先怪しいって。ただこの2枚ちゃんとデーモンコンボがあって、うんうん、スカイクレームの災い魔キッカーで唱えると、うん、唱えた時に対戦相手がライフの切り上げ判断するんですけど、放血者がいると相手が失うライフが倍になるんで、あ、そうだ、これ一撃なんで、えっ、ワンショット、しかもどっちもデーモン、すごいちゃんと噛み合ってる、そう、魂の洞窟からこれをぶっ放す、すごいかもしんない、うん、まあとはいえ結構重たいんですよね。キッカー込みだと7マナなんで、アクロゾスの後継者もね4マナで決して軽くはないんで、まあそれを耐えるためにのど首狙いとか、うんうん、冥府の掌握とか除去を入れてるんですけど、冥府の掌握で2点ライフを失うとこのスカイクレープの災いは、うん、ライフが20からいくつ減ってるかでパワータフネスが決まるんですよ、うんうん、なんで冥府の掌握で自分のライフを削っていくとどんどんこのスカイクレープの災いがでかくなって確かに確かに、ビートダウンもいけるみたいなこともありつつ、こうね、特目もかなりいいなと思ってて、うん、まあライフゲインできる除去だし、うん、やっぱり除去で止まっちゃうコンボなんですけど、これがあればね、リアニメイトで再チャレンジもできるかもしれない、確かに、うん、みたいな。で、すでにもう世の中に発表されてて皆さんご存知だと思うんですけど、デーモンをサーチできる呪文がありますよね。 あるねあるね、今回出てきた、そう、2マナでデーモンをサーチする、うん、で、墓地にカードタイプが4種類以上あったら何でも探せるっていう、うん、デーモンを探せますよ。おぉ、こういう達成しなくていい、こういう達成しなくていいこういう達成したら除去でも何でも持ってくればいいし、うんうん、これすごくないですか、クロタンデーモン、これは面白い、やっちゃってみて、ちょっと使ってみてくださいクロタンでデーモンタンでデーモンコンボがある、ワクワクが止まんねえな、これはこれすごいわ、これはね、ちょっとやっやってみたいですね、いややってみたい、やってみたい、これちょっと回したい、うん、すげえいいデッキだ、うん、今のうちかもしれねえ、スカイクレープの技は今すげえというのが僕が考えてきたいい感じの使い方なんですけど、なるほどなるほど、どうですか大塚さん、もう言うことなくなっちゃったんじゃないですか。いや甘いっすね、いや全然全然、えなんすか、やっぱスタンダードの新セットなんで、あースタンダードのこと語んなきゃ、まあ、確かにってことでねさっき言われちゃったどうなんだ、まあね、大丈夫、すぐ引ける、置いた時にすぐ引けるのがあるからね、はい、パイレクションの闘技場では救えないね、緊張の時に救える命がこいつではあるってとこもあるし、うんうんうん、まあ、やっぱデーモンがある時に2点ドレインしながらワンドローっていうのはさすがにね、スタンダードにミッドレンジが強くなりがちな環境じゃないですか、うんうん、デーモンが一緒にいると、まあ、それだけで勝ってしまうぐらいの強力なポケモンになれるかなと思ってるし、うん、さっきテスさんもちょっと紹介してくれたんだけど、デーモンサーチのスペルがあるじゃないですか、うん、で今回ダスクもデーモンサーチのカードが出るくらいだから、めちゃくちゃいろんなデーモンサーチ
デーモンが出ると思うんですよ。まあ、確かにね、僕らが知らないだけで1マナ2マナのデーモンとかいるかもしれない。いや、そうそうそう、ちょっと前にさ、ニューカペナとか、はいはいはい、いろんな天使が出てきたりとかして、天使デッキとかもパイオニアで活躍したりとかしたじゃないですか。なんで今パイオニアとかで天使強くしすぎたな。まあ、天使の次なるものといったらデーモンでしょ。確かに。ということでデーモンを今回強化しようってウィザーズは考えているはず。不条なベスト、相性抜群のカードがいっぱい出てくるんじゃないかなっていうのが、まずスタンダードではかなり激アツな部分かなと思います。で、あとはやっぱスタンダードの代表的なカードといえば黙示録シェオルドレッド。うん、まあやっぱりね、黒といえばみたいなところありますよね。で、やっぱあのカード、ドローしたら2点ライフを得られる。うん、でも今回の不条な別室でデーモンがいないと2点ライフ失うんだ。でもシェオルドレッドがいれば刺し木ゼロで引ける。すごい。で、3モノ4モノって続けてますよ。ということでかなりマナカウンもいいし相性がいいから、そして黒のデッキでは使いやすいんじゃないかなと思うし、このカードって3マナと5マナの組み合わせじゃん。そうですね。ってことは天井とかスタックにないときは8マナのカードとして扱うんだよね。はいはいはい、あの分割カードと同じルールですね。そうそう、だから墓地落ちたときも8マナのカードとして扱う。はいはいはい。ってことはカルロフ邸殺人事件に出た、おお、証拠収集とめちゃくちゃ相性がある。確かに確かに。例えば陰謀の解明者とか、うんうんうん、あとはこの前ジャパンオープンの2024の準優勝したアブザンコントロールかな、うんうんうん、前に言った緊急の剣士とかともめちゃくちゃ相性がいい。確かに確かに。特に緊急の剣士とかってさ8マナ分ぶっ壊せんだよ。すげえ1枚すげえ。ってなったらめちゃくちゃすごくないかなってことで、かなり相性のいいカードを探したら結構いっぱいあるんじゃないかっていうのも、まあスタンダードはね今んところそんな感じなんだけど、まだまだ公開されてないカードも含めたらかなり期待感を持ってるカードなんじゃないかと思います。あとはもっというのはさっきちょっと言ってそうも言ったんだけど、はい、パイオニア、はい、でこのカード本当にすごいと思う、うんうん、まあ、デーモンコンボもいいんだけどこのカードがもっと相性がいいのは機械な具現デッキです。ああ、なるほど。最近ちょっと下火でしたけど、うん、どうなんですか。まあ、最近環境も変わるタイプもしてて、うんうん、かなり見直されてるデッキではあって、騒音の人めっちゃ相性がいいんだよ。そんな日がある状態で不条な別室をただ唱えます、うん、で土地出したら5マナですぐに部屋を開放できるから、はいはいはい、もう速攻で部屋開放。確かに両方の効果使える。部屋を開けるっていうのは呪文唱えるじゃなくて、うん、特別な処理だから、うん、草案の日の一旦に2回ルールにも引っかからないし、うん、草案の日を置いてるってことはどっちからマナをほとんど出さないだろうから、うん、その分賄えるんですね。そう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 、はい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 。だから草案の日とめちゃくちゃ相性がいい。あ、すごい。草案の日で欲しいドローとクリーチャーを出してライフを守ってくれる、うんうんうん、どっちもこれ1枚で完結してるから機械な具現デッキではめちゃくちゃいいと思う。うん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 。でですよ、やっぱ機械な具現でこのカードサクったらどうなるのかってことなんですよね。これ、はいはい、場にある時は、うん、開放してる部屋によってマナコストが参照されるから、うんうん、不条な別室だけを開放してるときは3万のカードとして扱うし、再起室だけを開放してる場合は5万のカードとして扱うんだよね、うんうん、だから機械な具現でサクったときに再起室だけ開放してるときは6万のクリーチャー出せるし、不条な別室だけ開放してるときは4万のクリーチャー出せるので、なるほど、状況によって欲しいクリーチャーをこれ1枚で探せる。なるほどなるほど。4万のクリーチャーと6万のクリーチャーをどっちも探せる、うん、そして極め付けは両方開放したとき、はいはいはい、両方開放したら場にあるとき8マナ8ですねとして扱うじゃないですか。ってことは、引き換えな具現で出せるカードは9マナ。おう。9マナといえば、偶数禁止マン。もあるし。もまあ、言ってさ、エルドラージマスターだからすぐ出たね。今回、ダスクモーンで出てきたラスボス。ああ。ボルガバス。はい、はい。9マナです。ああ、すごい。え、そのためそう。そのための素敵だったんです、このカードは。すごい。これさ、見た時の圧やばかなかった。いや、すごい。9マナで、後半コンで5砲で土地ないパーマンで3つ作んなきゃいけないっていうのもあるし、相手のね、カードが墓地に置かれたらそれ追放するし、うん、それをライフで唱えることができる。っていうので、とんでもない制圧力を持ったカードなんですけど、この不条な別室再起室1枚で出せちゃいます。へえー、すごい。すごくない？すごい。さすがに出たら勝ちますね。出たら勝つよね。さすがに。アトラクサスか。救急ですけど、こっちまで行った、うん、いや、すごいな、うん、まあ、アトラクサス絞ってるからぶつかるとちょっとあれなんだけどということで、はい、いや、かなり使いどころがある面白いカードなんじゃないかなと、かなりワクワクする使い方いろいろね、あるんじゃないかなと思います、うん、いや、すごい、うん、もうね、ショーケース版ね。あ、そうだ、ショーケース版もすごい、ね、これ、結構横に線が入ってるじゃないですか。うん、だから VHS とかのテープみたいな。ああ、はい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 。今回ホラーがその舞台って言って、うん、ホラー映画を見てるとか、呪いのビデオを見てる。うん、うん。サイケな色使いでかっこいいですよ。いや、これ実際のカード見てみたいよね、早く。これのホイール、そう。ホイールめちゃくちゃ。どうなってんだろう。すげえ楽しみ。ね。うん。いや、すげえいいカードを今回もらえたなと思って。うん、はい、ということでね、はい、今回は9月27日発売のダスクモン戦慄の館、うん、新カードを世界先駆けて紹介させていただきました。うん、このカードの使い方、いろいろね、考えていましたけども。うん、皆さんもね、このカードのいい使い方あったらコメントで教えてほしいです。ぜひ今回のダスクモンボックスエクハレリアでよろしくお願いします。で、もしよかったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。お疲れでした。ハレリアメディアの一徹でした。また次回、バイバイ。